出ちゃった。目が出てる。冷たい。コンビニで買ったポテトサラダと卵サラダです。じゃーん。こんな感じでモリモリで2つの具材を挟みました。今までで一番美味しそうに焼けた気がします。じゃあ行きます。バター塗って焼いてみたんですけど、めちゃくちゃパンが美味しいです。バター塗った方が間違いないですね。卵サンドは。次ポテトサラダも食べてみます。うん、おいしい。じゃがいもがホクホクです。まあ、お好みでマヨネーズさせたりとか胡椒とかしても美味しいかな。ホットサンドと一緒に食べようと思って食べよう。一緒にドリンクを飲みたいんですけど、今日はこれを買ってきました。コーヒーメーカー、コップもついてるしフィルターもついてるし、コーヒーの豆をこうやってくるくるやるのもついてるっていう。じゃあダイソーで1000円で売ってます。おーと思ったよりコンパクトです。じゃーん、こんな感じになってます。わー、開けたら多分ここはコップになるんです。置こうか。あ、すごい、こんな感じで伸びて、でここにコーヒー豆を入れる。おお、開けるとこんな感じでフィルターがついてて、この下もコップになってます。コップは2個あるってことかな。とりあえずコーヒー豆入れてくるくるしてお湯入れたら下にコーヒーができるって感じかな。コーヒー豆を削ります。ここにストッパーみたいなのがあるので、こうかな。すごい、めちゃくちゃ便利。で、これにあとはお湯を注ぐとか。手にかかりそう思ったお湯が。あっやばい、お湯を失った半分ぐらい。もうあるやつでいこう。こんな一瞬コーヒー豆焼くだけでどっちゃうの？こんな感じです。なんかコップが黒いのでコーヒーになってるかもわかんないんですけど、匂いはめちゃコーヒーです。じゃあ完成したのでハプニングあったんですけど、コーヒー飲みながらこの残りのホットサンド食べたいと思います。あ、コーヒーだけどめっちゃ薄い。でもそんな気がするんだよな。なんかこれ一瞬お湯育てただけだし、コーヒーお湯で薄いやり方変えてほしいな。これなんかすごいさ、一気に水ぶわーっていっちゃったからそれでいいのかと思ったね。入れちゃった。そういえば前回車の車中からやった生配信の時にコーヒー目でやったんですけど、お湯入れてちょっと蒸らして、でまたお湯入れてちょびちょび、そうやってやらなきゃいけなかったのかもしれない。今もじゃーって入れちゃった。なんかお湯こぼれて焦ってもう全部入れちゃったから薄くなっちゃったのかもしれない。なんかアメリカンコーヒーとか飲んだことないけど、それより薄そうな感じします。コーヒー風味のお湯みたいな感じ。
完食でーす。ごちそうさまでした。この辺の草をだいぶ刈ったので、じゃがいもと玉ねぎを植えたいと思います。耕します。あっつい。この辺を結構耕せたので、返事の時と同じように土を盛りたいと思います。あっつい。結構いい感じ。今ちょうど半分の深袋やります。西豊かっていうじゃがいも、これを植えます。このじゃがいもの間に肥料をやるらしいんで、何がいいか分かんなかったんで、とりあえずダイソーで見つけた肥料を与えたいと思います。肥料をかぶせます。よし、次は玉ねぎやります。あげます。5センチから15センチ間隔ってことです。こんな感じかな。先端がわずかに隠れる深さで、だから土はちょっとしかかぶせちゃいけないんだ。玉ねぎも入れました。で、このジャーを買ってきたので、それでお水あげます。おー、すごい、めっちゃかわいい。かわいい。すぐなくなった鳥対策グッズみたいなのがダイソーに売ってて、じゃーん。この野菜食べられたら嫌なので、これを刺したいと思います。かわいい。こっちもお水やります。ここに今人参が根が結構出てるんですけど、密集して根があるので、全然ないとこに移植しようかなと思って、でやってみます。ただこんなにちっちゃい。じゃあ今日の成果なんですけど、めっちゃ臭かったので、後ろがめちゃくちゃ綺麗になったので、お見せしまーす。じゃじゃーん。こんな感じでめちゃくちゃ広いスペースできました。で、一番奥のお花が刺さってるところに野菜を植えました。で、今日もこんな感じで、アンズの国に来て作業してみたんですけど、前回植えた人参とお花が芽が出てたので、めちゃくちゃ嬉しかったのと、草刈り機の刃を変えたことによって、めちゃくちゃ切れ味が良くなったんですよ。もう後ろが完全に広くなったので、大きなテントもこの後ろに建てれると思うので、それを建ててみたり、あと農地もどんどん開拓して、食材を調達できるように、頑張って育てていきたいと思います。ホットサンドを作ったんですけど、バターを使ったからなのか、焼き方がちょうど良かったのか、めちゃくちゃパンが美味しかったです。またいろんな具材挟んで作っていきたいと思います。以上、バイバーイ。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。メンバーシップやっているので、こちらも興味ある方はチェックしてみてください。コミュニティで最新情報も載せているので、こちらもチェックしてみてください。Twitter と TikTok もやっているので、こちらのフォローもお願いします。